どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は ANA の、減産マイルキャンペーンというものが2019年10月の路線が発表されましたので、今回ねそれについて話していきたいと思います。で、今回の ANA の、減産マイルキャンペーン、この減産マイルキャンペーンの動画自体出すの初めてなんで、ちょっと簡単に説明すると、もう言葉の通りで、もともと必要マイル数っていうものがありますよね。東京ニューヨークの、ビジネスクラスだと8万マイルから利用できるんですけども、その必要マイル数が本来の必要マイル数より少し下がった、マイルで、搭乗することが可能ということで、もちろんね、この減産マイルキャンペーンで対象されている就航都市はですね、基本的にはそこまで、人気がないっていうと公平があるんですけども、飛行機はねそんなに満席状態になってない、路線が今回というか、多分そうだと思うんですけども、ちょっとこれはね個人的見解ではあるんですけども、多分そうじゃないのかなと思ってる次第でございます。で、今回の、減産マイルキャンペーン、まず、注意事項だけ先に、説明すると、まずこちらのキャンペーンはインターネットのキャンペーンですので、ANA のデスクで予約した場合は対象外になってしまいます。それ気をつけてくださいね。インターネットで発券まで完了する必要があります。で、発着と、到着、こちらは、対象区間の空港である必要があります。で、国内線の乗り継ぎも OK で、払い戻しに関しては払い戻しも変更もできます。で、そちらもね注意事項、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらもねよく見てもらって、変更も払い戻しもできるんですけど、そちら規定みたいなねちゃんとありますので、そちらも見てください。で、今回の、キャンペーンの期間なんですけども、もう始まっておりまして、9月から9月の終わりまでに発券完了で、搭乗区間が10月1日から、10月の末31日まで。で、これもですね、路線によって10月の何日から、1日からだったり、8日だったりみたいな感じで、路線によってね、違いますんで、そこだけ、よく見て発券することをお勧めします。で、確認方法は、キャンペーン対象になってるかどうかは、最終画面で、必要マイル数がね、ちゃんと減額された必要マイル数で、ちょっと先ほどやってみたんですけども、出ましたんで、それだけね、ちゃんとなってるかどうかだけ確実に見てください。で、今回の特典航空券、減産マイルキャンペーンなんで、特典航空券っていう形で座席を抑えるんですけども、行きがエコノミー、帰りがビジネスみたいな利用の仕方ももちろんできます。で、必要マイル数はどうやって計算するか分かんない方いないと思うんですけれども、エコノミーの片道、エコノミーの往復の半分、ビジネスの往復の半分を足すと、行きエコノミー、帰りビジネスみたいな感じで必要マイル数を計算することができます。で、今回はですね、成田からシアトルっていう路線で、結局この減産マイルキャンペーンで利用できる路線は、ちょっとお得かどうかっていうね話していきたいと思うんですけども、成田からシアトル、成田からアメリカのシアトルですね、本来5万マイルが必要なところが4万マイルで今回行くことができます。ですので、1万マイル減額されて利用できますよね。で、運賃がですね、先ほど調べたんですけども、運賃が10万7000円普通に取ると、一番安い座席で10万7000円。さらに燃油サーチャージがそこに乗りますので、合計金額は14万5000円。14万5650。結構しますよね。これで往復。と思うじゃないですか。違うんですよ。違うんですよってあれなんですけど、これ14万6650円。プラス、昨年の10月からですね、ANA のプラチナ、ダイヤモンド以外のステータスの方は、エコノミークラスはですね、優勝になったんですよね、座席指定が。本当に残念。これはしょうがないんですけども、
ヨーロッパ系のね航空会社ではねよくあることみたいなんで、エコノミークラスの座席指定はね有料になったんですよね、プラチナダイヤモンド持ってない方ですので、さらにここから145,650円から、さらにねいくらですか、3,000円ぐらいだったと思うんです、3,000円とか6,000円ぐらいだと思うんですけども、さらにねそこに座席指定の費用がかかる。まあもちろんね座席指定しなければかかんないんですけども、まあこの時代に座席指定しない方はまあいないと思いますんで、まあさらにねそこからまあプラス3,000円から6,000円かかるということなんで、まあ15万円前後となると思います。でまあ15万円かかる航空券が、たかだか4万マイルで利用できる。でマイルですので、まあ、こちらも燃油サーチャージがかかりますので、4万マイルプラス38,650円の、税金、航空使用税がかかって利用できるということなので、まあ、運賃だけでいうと、運賃は東京シアトルっていうのが、成田シアトルっていうのが10万7000円かかりますんで、まあ1マイルにしてまあ2円ちょっとぐらいになるんじゃないですかね、計算的には。ですのでまあだいぶお得にいけるんじゃないかなって個人的には思います。で次に、成田ヤンゴン、こちら、東南アジアで説明すると、運賃が、68,000円で、必要マイル数が28,000円ですので、こちらもだいたい1マイル2円程度の価値で利用することができます。で28,000円で燃油サーチャージが2万円っていう感じで利用ができるっていう感じになってるんですよね。まあ ANA マイルをね持っていて、まあ今9月ですね、9月30日までに旅行の予定を決めれて10月に実際に行けるっていう方はね、今回のこの減産マイルキャンペーンというのはとてもいいので、おすすめとなっております。でそんなにね一番安い路線、一番マイル数が少ない路線ってどこかっていうと、まあ、そちらもちょっとね紹介していきたいと思います。成田発着の、大連杭州が16,000マイル。1万6000マイルってやばくないですか。まだあるんです。羽田マニラも1万6000マイルで、次関西ですね、大連杭州、こちら16,000マイルで、名古屋発香港が16,000マイル。ちょっとね香港に関してはちょっと今社会情勢がねちょっと不安定なんで、まあいろんなねツアー等々も多分キャンセルされて、ホテルもすごい安いみたいなのね、ツイッター等々でもね聞いてますんで、ちょっとねもし行かれようって方はね本当によく調べて気をつけて行ってくださいね。多分この路線が入ったのも多分おそらく、まあ、人気がないからっていうよりかはどっちかとそっちでキャンセル人が多いからなんじゃないかなって個人的に思っております。今回ね成田、ジャカルタっていうのもね今回この減産マイルキャンペーンの対象の就航都市になってるんですけども、私、先月ですね、ジャカルタ、東京ジャカルタ、まあ成田発じゃなかったんですけども、羽田ジャカルタ、ジャカルタ羽田っていう路線を乗ったんですけども、ガラガラでしたね。本当にガラガラでしたね。特に、行きはね、ANA のエコノミークラスから、プレミアムエコノミークラスにアップグレードいただいたんで、ちょっとエコノミークラスはねさらっとしか見えてないんですけども、帰りジャカルタから羽田空港の時に本当にガルッガラだったんですよね。もうみんな席移動しまくりみたいな感じで、私がもともと取ってた座席が、一番前の非常口座席、足がちょっと伸ばせる座席でそこ取ってたんですけども、どうだろうなと思ってチェックインの際に、窓側の席で隣が空いてる席ありますかみたいな感じで聞いたら、いや隣だけじゃなくて隣の隣も空いてるし、そうやって空いてる席がこことこことこことここだよみたいな感じで、
そんなに空いてるんですかみたいな、そういう会話もね、私チェックインカウンターでしましたんで、まあまあ一概には言えないと思うんですけども、結構ね、空席が目立つ路線が今回ね、こういう対象になってるんじゃないかなって個人的には思っております。いかがだったでしょうか。今回は ANA の減算マイルのキャンペーンについて紹介させていただきましたけども、まあちょっとね、9月に予定を組んで、まあ、10月に搭乗しますんで、ちょっとね、前々から予定を立てて、旅行に行くっていうのはね、結構難しいかもしれないんですけども、でも必要マイル数がね、少ない状態で行けるっていうのはとてもいいですし、10月の対象エリアには、シアトルっていうアメリカ大陸も入ってましたよね。まあ、そういうね、ちょっと遠めの、都市の減算マイルで入ってくるっていうのはとてもありがたいと個人的には思っております。だってね、それは必要マイル数は少なければ少ないほどありがたいものじゃないですか。ですのでちょっとね、今後も、11月以降もね、継続してこのキャンペーンやってくれないかなって個人的には思っております。まあ今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が面白かった、役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。